ようございます。おはようございます。土井隆さんです。はい、おはようございます。ですね、昨日このシャモニーで UTMB、ね、2017年の大会開催されまして、土井さんは25位でしたね。はい、タイムは23時間36分、はい、ということで、去年のタイムが24時間12分11分とかでした。いや、2年前のタイムが24時間の20分ぐらいですね。はい、調べてます。ということで、まあ、タイムとしては過去ベストということになって、まあそうですね、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れました、ね。過去2回はすごく暑い UTMB、はい、カンカンの、ね、ですね、中だったのに対して今回はちょっと天気が、ひんやりしたというか、いや、もうすごく寒かったですね。もう山の上やったらもう氷が降ってて、で雨降ってて、でもう体感で言ったらマイナスぐらいの、はい、感覚で、もう常にレインっていうかシェルをずっと羽織ってる状態で走ってました。そういう中 で、男子のレースはすごく有力戦揃ってましたけど、まあ、明暗はそれぞれに分かれた感じはあって、土井さんの場合はそういうシチュエーションというか、その寒いシチュエーションは割とうまく得意な方って感じなんですか？まあ、どちらかといえば僕は暑い方が好きなんで、寒いのがあまり好きじゃないんで、まあ、コンディションとしては天候的なコンディションとしてはあんまり個人的にはあんまり良くなかったのかなと思います。その一番印象に残る景色とかシーンとか、このコースの中、まあ、いろいろあると思うんですけど、ちょっと紹介してもらえますか？ね、景色はほぼ見れなくて、グランコルフェレぐらいで、自分は夜が明けてくるんで、その時に一瞬だけモンブランが見えて、その時にすごい、あ、こんな雄大なところ走ってるんやなっていうのが、なんかレースからちょっと距離を置いて、モンブランを楽しんでるんやなっていうのは感じました。後半、シャンペから先というのは UTMB にとって一番難しいというかですね、まあ、3つの大きな上り下り、まあ、今回ちょっと最後はショートカットされましたけど、変更されましたけれども、その辺は今回はどんな感じで乗り切りました？レース前のインタビューでもそうやったんですけど、やっぱりシャンペまでの下りが一つのネックで、そこから疲れた足でどんだけプッシュできるかっていうところで、まあ、2年前の自分を超えるためにしっかり練習を踏んできて、それに対応する練習もやってきたんで、その点に関しては自分は、まあ、この3回目なんですけれど、バローシに出てから今まではずっと最初歩いてたんですけど、初めて走れたで、足はまだちょっと残ってた状態で、まあ、対策というかそういう対応はできてたのかなと今となって思いますね。ということで、土井さんね、スタートする前には UTMB に一つの釘をつけたいということで今回臨まれましたけど、はい、その意味では一つ満足いく結果となったわけですか？どうでしょう、自分の評価としては。自分の中では25位っていう順位は、まあ、25位かっていうのではなくて、今の自分の全力を出して、それをもう僕は出し切れたと思ってるんで、なんかすごいすがすがしい気持ちで、でそれと同時にやっぱり世界の壁は熱いなと、それはすごく感じました。今回もうメンバーがすごいメンバー集まってる中で、競り合いというかそういうこともできて、自分の中ではすごい濃密な充実した時間でした。じゃあまた UTMB にまた戻ってくることもいつかはある感じなんですか？そうですね、またちょっと一区切りというところで、またここの地に戻ってこれたらなとは思ってるんで、はい、とりあえず一区切りは一区切りで、来年は出ないです、うん、ということはそうでございます。ただ、まあ、またね、土井さんの気持ちにまた火がつくこともあるんじゃないかと思いますが、さて、この9月に入りまして、まだ国内ではいろいろ
マラソンもトレイルランニングもありますけど、次秋にかけて何か予定されているイベントとかレースとか、あるいは何かレース以外でも予定されていることあったら。一応まあエントリーはいくつかレースやってるんですけれど、やっぱり4月開催になった UTMF っていうのにはやっぱ自分の中でもすごい思い入れがあるレースなんで、そこにはやっぱりしっかり標準合わせて出場したいなとは思ってます。それまではちょっと、それまではというか、まあ UTMB 終わってからはちょっとやっぱりこのためだけにこの1年間一生懸命やってきたんで、ちょっと自分の体を休めてあげようかなとは思ってます。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。頑張りました。